SM-64 ナバホ SM-64 ナバホはアメリカ合衆国で開発していた長距離地対地ミサイル。超音速飛行が可能な大陸間巡航ミサイルであり、ノースアメリカンが開発を行っていた。長距離弾道ミサイルの実用化見通しにより、1958年に開発が中止された。大陸間攻撃兵器としての高速長距離。 巡航ミサイルの開発は第二次世界大戦終結後の1946年から開始されている。MX-770 計画と呼称されたミサイル開発計画はドイツの固定翼がついて射程が延長された部位にロケットを意識し、核弾頭搭載で射程8 0 0キロメートルのミサイルというものであった。技術進展に伴い1948年には XSSMA-2 として、射程 1600km の設計が組み上がってきた。XSSMA-2 は、カナードと小規模なデルタ翼を有する機体である。アメリカ空軍は、より高性能のミサイルを求め、射程 1600km のミサイルを、フェーズ1、射程 4800km を、フェーズ2、射程 8900km を、フェーズ3として、段階的に、 長距離ミサイルを開発することを求めた。1949年中にフェーズ1の開発はキャンセルされ、改めて1950年に WS-104A として長距離型が開発されることとなった。試験機として X-10 も本格開発も進められることとなった。X-10 は無人ジェット機であり、ナバホの空力特性や長距離誘導。 後方などを研究する役割を負っていた。1953年から、エドワーズ空軍基地で、飛行試験が開始されている。フェーズ2の機体は、XSSMA-4、ナバホ2の名称で、フェーズ3の機体は、XSSMA-6、ナバホ3の名称で開発が進められた。1951年には、それぞれ XB-64 及び、 XB-64A に名称が整理されている。1956年にはさらに SM-64、よび SM-64A に変更された。SM-64 は XSSMA-2 と異なり、主エンジンが、ロケットエンジンから、ラムジェットエンジンになり、射程の延伸が図られている。カナードと送水直尾翼があり、 小規模なデルタ翼の主翼を低翼配置で有している。SM-64 は、大型液体ロケットブースター1機を装着し、発射台より垂直発射される。1956年11月から、ケープカナベラル空軍基地で、発射試験が開始された。SM-64A は、SM-64 を大型化した機体で、カナードに、ひし形の主翼を有する。 ラムジェットエンジン2機を搭載し、大型液体ロケットブースター1機を装着する。1952年から本格開発が開始されている。SM-64 の開発は進められていたものの、同時に開発されていたアトラス大陸間、弾道ミサイルの実用化の見込みが出てきた。弾道ミサイルの方が速度が速いため、飛行時間が短く悲劇追加のおも低い。 このため、SM-64 の開発が見直され、開発予算が縮小し、SM-64A の完成が伸びることとなった。1957年2月には、SM-64A の設計が完了した。ものの作業が進展せず、1957年7月13日に、X-10 も含め、開発中止が決定した。 一部の残試験が継続されたものの、1961年には完全に計画終了となった。SM-64SM-64SM-64ASM-64A。ありがとうございます。